ルームセルジューク朝1240年代までのルームセルジューク朝の支配領域ルームセルジューク朝はセルジューク朝の地方政権として分裂して誕生しアナトリア地方を中心に支配したトュルク人の王朝当初首都はニカイアに定められていたが1097年に第一回十字軍によってニカイアが占領されたため再び今夜をととしたルームとはローマの意味で ビザンツ帝国領であったアナトリアの地を指す言葉としてイスラム教徒の間で用いられアナトリアを拠点としたことからルームセルジューク朝というニカイアのイスタンブール門ニカイア包囲戦ドレリウムの戦い建国者のスライマーニ一世イブンクタルミシュはセルジューク家の祖セルジュークのヤシャゴにあたるスライマーンの父クタルミシュはアルプアルスラーンとセルジューク朝の王の地位を争うが 1063年のデヘナマクの戦いで敗れ、敗走の途上で没死した。敵対者の子であるスライマーンは命こそ助けられたが、王族としての扱いは受けられなかった。1071年のマラズギルトの戦いにおけるセルジューク朝の勝利後、ビザンツ帝国の軍事的影響力が弱まったアナトリアではトゥルクマーン経由牧民の進出が始まる。マラズギルトの戦勝者であるスルターン。 アルプアルスラーンには、積極的にアナトリアに進出する意図はなく、アルプアルスラーンの後を継いでスルターンに即位したマリックシャーは、スライマーンとマンスールの兄弟に8万個のトゥルクマーンを与えて、アナトリアの統治を命じた。1074年から1075年の間に、スライマーンは、ニカイアを占領、ビザンツ皇帝と同盟して、アナトリアの君主の地位を伺うマンスールに勝利する。 そして1077年にスライマーンは、セルジューク朝から、アナトリアの支配権を認められ、独立を宣言するが、大セルジューク朝の君主と異なり、スルターンの称号は名乗らなかった。ビザンツと協定を結んだスライマーンは、アナトリア南部に進攻し、タルススなどの都市を獲得した。さらにスライマーンは東方に進み、1084年12月に、小アルメニア領のアンティオキアを制圧するが、 スライマーンがシリアへも進出したために他のセルジューク朝の王族との間に対立が生まれる。1086年6月にスライマーンはシリアセルジューク朝の創始者トゥトゥシュとの戦いに敗れ、落命した。成人していなかったスライマーンのコクルチアルスラーン一世はホラーサン地方に召喚されマリクシャーの元に止められた。指導者を変えたアナトリア地方では領主たちが独立して互いに争い。 セルジューク朝の支配領域はアルメニアにまで後退した。マリクシャーの没後、1092年にクルチアルスラーンは解放されてアナトリアの統治を命じられ、ニカイアに入場する。1096年、アナトリアに上陸した十字軍がニカイアを包囲する事件が起きる。クルチアルスラーンはマラティア包囲中に十字軍の出現を知り、ニカイアに戻るが敗れ、翌1097年に首都を失った。 ルームセルジュークはそれまで敵対関係にあったトゥルクマーン系の国家ダニシメンド朝と同盟して十字軍と戦うがドリリウムの戦いに敗れる。197年8月に今夜ヘラクレア、カエサレアが十字軍に占領され、ルームセルジュークが制圧していた英ゲ海沿岸部の地域はビザンツによって奪い返された。トルクマーン諸勢力は十字軍に対抗するために連合し、 1101年8月のミラノ大司教、アンセルモの撃破を皮切りに、ヌベール博、アキテーヌバイエルン軍を破り、トゥルクマンたちは勢力を回復した。ドリレウムの戦いの後、ルームセルジュークは、アナトリア中央の高原地帯に交代するが、領地を接するダニシメンド町と、マラティアの貴族をめぐって争うことになる。ニカイアに変わる。 新たな首都に定められた今夜は1101年から1102年にかけてダニシュメンド町に包囲され一時的に占領された。他方、マリクシャーボーツ後のイラン、イラクでは後継をめぐる混乱が続いており、クルチアルスラーンはイラクへの進出を計画した。1106年にマラティアとマイヤーファーリーキーンがルームセルジュークの支配下に入り、1107年に セルジューク朝のスルターンムハンマドタパルに反抗する。モーソルの住民に招兵されて、クルチアルスラーンは同地に入場する。入場後にクルチアルスラーンは金曜礼拝の太場から、ムハンマドタパルの名前を削り、代わりに自身の名前を入れて読み上げさせた。同年7月にムハンマドタパルが派遣したアミールチャブルとハーブール下半で衝突するが、戦闘はルームセルジューク側の敗戦に終わり、 クルチアルスラーンは敗走中に歴死する。クルチアルスラーン一世の死後、彼の五人の子が多いをめぐって争い、内向に介入したビザンツとダニシュメンド朝によって、領土の一部を奪われる。クルチアルスラーン一世の子の一人、マリクチャーはビザンツを攻撃するが成果を上げられず、1116年にダニシュメンド朝と同盟した弟のマスウード一世によって、敗位された。マスウード一世は、 ダニシュメンドガーズイの没後混乱するダニシュメンド町を攻撃しアンカラチャンクルを占領した1147年に第二回十字軍がアナトリアに上陸した折マスウード一世はフランスのルイ7世新聖ローマ帝国のコンラート3世を破り西欧諸国の計画を破綻させた1153年に小アルメニア王国のトロス2世1154年に ビザンツ皇帝マヌエル一世コムネノスとルームセルジュークの間に名約が結ばれ、それから間もなくマスウードは没した。マスウードの後をこのクルチアルスラーン二世が継いで以降、西アジア市におけるルームセルジューク朝の重要性が増していく。1190年のルームセルジューク朝の支配領域即位後のクルチアルスラーン二世はダニッシュメンド朝、ビザンツ帝国以外に 弟のシャーヒンシャーと敵対していた。クルチアルスラーンは、ビザンツ帝国との関係を修復し、1161年から1162年にかけて自らコンスタンティノープルを訪問して、協約を締結する。クルチアルスラーンは、ダニシュメンド朝と交戦した際、ダニシュメンド朝を支援するシリアのザンギー町との関係を悪化させ、1172年にザンギー町の ヌールティーンによって一時期、イバスを占領される、ザンギー長との和議が成立して、ザンギー軍が撤退すると、クルチアルスラーンは、ダニシュメント調子配下の都市を、再び攻撃し、同時にザンギー長との衝突を極力避ける方針を、取った。1176年に、東方の湿地回復を図るマヌエル一世コムネノスが、申請を行うと、クルチアルスラーンもトゥルクマーンからなる軍隊を率いて、 迎撃に向かい、9月17日にミュリオ・ケファロンでビザンツ軍に勝利した。ミュリオ・ケファロンの勝利の後に、両国の間に和平が結ばれ、ビザンツがルームセル・ジュークに対して大規模な軍事行動を行うことはなくなった。1178年に、ルームセル・ジュークはダニシュメンド町を滅ぼし、アナトリアに格好たる支配権を築いた。 1179年から1181年にかけて、シリア北部の都市の貴族をめぐって、IU 部長との関係が悪化するが、大規模な軍事衝突には発展しなかった。クルチアルスラーンは、晩年に1人の王子と一人の王女に領土を分割して与えるが、首都の今夜を、抜主の解放スローに与えたために、他の息子は不満を抱き、王子たちの間で争いが起きる。 王子たちの内向に加えて、西欧では1189年に第3回十字軍が開始され、アナトリアは新生ローマ皇帝フリードリヒ一世の攻撃を受ける。1190年5月にフリードリヒ一世は今夜に到達、1時10分時軍に今夜を占領される。1192年9月にクルチアルスラーンが没すると王族間の争いはより激化する。一旦は、 カイホスロー1世が王位を継ぐが、最終的にトカトの統治者であるスライマーン2世が王位につき、カイホスローはアナトリアを出してビザンツ帝国に亡命した。スライマーンは1204年にエルズルムを支配するアタベク政権のサルトゥクアサを滅ぼし、続いてグルジア王国への遠征を行うが敗戦に終わり、グルジア遠征のキ路でスライマーンは没した。スライマーン没後、 彼のこのクルチアルスラーン3世が大いにつく。クルチアルスラーン3世が短い在位期間を経て、廃された後、コンスタンティノープルから帰国したカイホスローが即位する。カイホスロー1世の福井からカイクバード1世の知世にかけて、ルームセルジューク長は最盛期を迎える。ルームセルジューク期の建築物崩るくれ。1226年にアランヤに建造された。 クルチアルスラーン2世時代以前のルームセルジューク長は、大セルジューク長と同じ内陸国家であり、海洋への進出は計画されなかったが、13世紀に入って内陸国家であるルームセルジューク長に変化が起きる。1207年に、地中海に面する港湾都市アンタルヤが、ルームセルジュークの支配下に入り、ルームセルジュークは初めて海洋に進出する拠点を得、 ベネツィア共和国と通商関係を構築した。1211年に、カイホスロー一世は、アラシしヒルの戦いで、ミカイア帝国に勝利するが、戦闘の前後に沈没した。カイホスロー一世の死後、二人の王子が後継者の地位を、めぐって争う。勝利したのは、長子のカイカーウス一世であり、敗れた弟のカイクバードはマラティア近郊の城塞に、遊兵された。 1214年にカイカーウスはアナトリア東北部を支配するトレビゾンド帝国を攻撃してトレビゾンド皇帝アレクシウス一世を捕らえ釈放の条件としてトレビゾンド帝国に毎年の功能を課すとともに国会沿岸の港湾都市シノプをトレビゾンドから獲得した。シノプの獲得によってルームセルジュークはアナトリア半島南北に海洋に面する都市を得、 カイカーウスは今夜に混流したモスクの碑文に自らを二つの海のスルターンと刻ませた。1216年にカイカーウスはアンタルヤを占領した十字軍と小アルメニア王国を破って軍を進め一時的にシリア北部のアレッポを占領する。アレッポの永続的な占領には失敗しカイカーウスはシリア遠征後に病死する。カイカーウスの没後 解放された弟のカイクバードが即位する。即位後、カイクバードは、宮廷内で強い発言力を持つ有力者に変えて、グラーム出身の軍人や士官歴の短い初期を抜擢する人事を行った。1223年に、アンタルヤ東方の港町カロのロスが、ルームセルジュークの支配下に入る。征服後カロのロスは、カイクバードのラカ部である、 アラー・アーティーンにちなんでアラー・イーヤと呼ばれるようになった。アラー・イーヤには、クズル・クレト造船所、宮殿が建設され、ルームセル・ジューク町のスルタンの陶器の滞在地とされた。1227年には、シノプを立ったルームセル・ジュークの遠征軍が、クリミア半島に上陸し、近隣のキプチャク族を従属させる。1227年のクリミア遠征は、大セル・ジューク町時代も含めて、 セルジューク朝の軍隊が海を越えて軍事活動を行った最初の例である。1228年にアナトリア東部のエルズインジャンを支配するメンギュジクアサを従属させ東方に影響力を拡大した。1229年5月にアゼルバイジャンを拠点に再興したホラズムシャーア朝サから同盟を求める施設が到着する。同盟の締結にあたって ルームセルジューク側からカイクバードの王子解放スローと、ホラズム社長のスルターン・ジャラールッティーンの娘との婚姻が提案されたが、ホラズム側は提案を拒絶し、また、アナトリア東部の都市エルゼルムの帰属をめぐっても、両国の間で対立が起きた。カイクバードは、ジャラールッティーンと敵対していた、ダマスカスの愛友部長の王族と同盟を結び、 1230年8月にエルズインジャン西部のヤス地面の戦いでホラズムシャー町に勝利する1235年までにキャフタ、エデッサ、エルゼルムなどのアナトリア半島の都市がルームセルジュークの支配下に入りカイクバードの時代に現在のトルコ共和国のおおよその国境が成立した1237年5月にカイクバードは遠征の企画中に カイセリで病死、あとを、カイホスローが継いだ。このカイクバードの死について、カイホスローによる毒殺を推測する研究者も多い。巨星ダグの戦い、カイホスロー2世は即位後、旧廷内のホラズム人の有力者かゆるハーンを、殺害したため、ホラズム地方出身の帝身は、心中を拒んで反乱を起こした。年から年にかけて、ユフラテス川流域で、 バーバー・イスハークというダルビー主がトゥルクマーンを指揮して宗教反乱を起こした。反乱は宗教面以外に反貴族政治的な性質も持ち、ルームセルジューク軍は反乱軍に何度も敗れ、一時は解放スローが首都今夜から脱出する危機に陥った。反乱はフランク人洋兵によって鎮圧され、指導者のバーバー・アイスハークは公主刑に処せられたが、この事件は ルームセルジューク長の軍事力の低下を明らかに示していた。1241年にカイホスローはアルト区長が有するアーミドを占領し、東方に影響力を拡大する。しかし、アーミドの占領直後にルームセルジューク長は東方で没興したモンゴル帝国からの攻撃にさらされる。1232年頃からモンゴル軍はアナトリアで偵察を行っており、 その時には大規模な戦闘は発生しなかったが、1240年代より本格的な攻撃が始まり、1242年の秋にエルゼルムがモンゴルによって陥落させられる。解放スローはエルズインジャンに侵入したモンゴル軍を迎撃するために申請を行うが、1243年6月26日にルームセルジュク軍は巨セラグで、 バイジュヌヤン率いるモンゴル軍に大敗した。敗戦後、抵抗することなく、モンゴルに降伏したスイバスは、殺戮を免れた者の城壁と兵器を破壊され、トカとカイセリは略奪を受けた。モンゴル軍によるアナトリア遠征は、バイジュの独断で行われたものであり、戦後すぐにモンゴル軍がアナトリアに駐屯することはなかったが、モンゴルに侵入を誓ったルームセル19には、 毎年のモンゴルへの効能が課せられた。真珠から間もなく、アナトリアは飢饉に襲われ、危険を避けて国会沿岸部や地中海沿岸部に逃れる者が多く現れる。1245年に、カイホスローは、モンゴル軍に協力した小アルメニア王国に、懲罰の申請を行う途上で没死。あと、カイホスローの長子のカイカーウス2世が継いだ。このカイホスローの死についても、 毒殺を疑う研究者がいる。カイカーウスの擁立には、イラン系の官僚シャムス・アディーン・ムハンマド・イスファハーニーが大きな役割を果たした。1244年に、イスファハーニーは南ロシアに駐屯していたモンゴル帝国の重鎮バトの元を訪れた時、アナトリアにおけるバトの大官の地位を与えられており、この立場をもとに国政の実権を掌握したカイカーウスの即位後、 彼の弟のクルチアルスラーンとカイクバードがカイカーウスの共同統治者となり、家幣とフトバにはカイカーウスら三兄弟の名前が刻まれた。領主の中にはクルチアルスラーンを単独の王につけようと企む。イスファハーニーはクルチアルスラーンを国元から遠ざけるため、1246年のモンゴル帝国の大藩を選出するクリル隊に彼を出席させた。 クリル隊で、オホデーのミコ、グユクがハーンに選出された後、彼の従者からイスファハーニーの行為を告発されたグユクは、クルチアルスラーンを、ルームセルジュークの正式な支配者として承認する。1249年に帰国した、クルチアルスラーンの党派は、イスファハーニーを処刑し、クルチアルスラーンの単独統治を要求した。百四十九年から百五十六年までの間、 カイカーウスとクルチアルスラーンは王位をめぐって争い、互いにモンゴルの宮廷に働きかけを行うが、実質的にはカイカーウスが単独で王位についている状態にあった。モンケハーンはカイカーウスとクルチアルスラーンの内装を調停するため、クズルール幕側を境として、ルームセルジュークを東西に分けて分割統治するように命令した。モンケの最低の後に、 クルチアルスラーンの党派がカイカーウスに戦いを挑むが、敗れ、敗れた、クルチアルスラーンは投獄された。1256年、後に、イルハン朝の創始者となるフレグがイラーンに移動すると、アゼルバイジャンに駐屯していたバイジュがアナトリアへの移動を命じられ、王位をめぐる状況に変化が起こる。1256年10月に、アナトリアに移動したバイジュは、カイカーウスの軍を破り、 破れたカイカーウスは一時ニカヤに亡命した。カイカーウスの帰国後、フレグワルームセルジュークの分割統治の継続を承認し、首都コンヤをはじめとする西半分の地域を、カイカーウスが、トカトを中心とする東半分の地域をクルチ、アルスラーンが支配した。カイカーウスとクルチアルスラーンは、シャムスウッディン・マフムードという共通のパルバーナを介して共同統治を行っていたが、 マフムードが没すると両者は別々にパルバーナを任命した。クルチアルスラーンのパルバーナであるムインア・ディンスライマーンは自分の君主を単独のスルターンにするためアナトリアに駐屯するモンゴルの将軍アリンジャクを通してフレグにカイカーウスがエジプトのマムルーク朝と結託して反乱を企てているという懺悔を行った。事実、カイカーウスはマムルーク朝と連絡を取り合っており、 1261年8月にフレグの命令を受けたクルチアルスラーンとモンゴル軍によってカイカーウスは今夜を追放されコンスタンティノープルに亡命した。カイカーウスの追放後、クルチアルスラーンが単独のスルトアンとして即位するが、彼の統いはモンゴル帝国の意向によるものであり、ルームセルジュークから独立した主権はすでに失われていた。ベ陸リクも 三照戦3 0 0年当時のアナトリア半島の勢力図、クルチアルスラーンの政権では、イルハン朝の君主であるフレグトアバカの親子から、信任を受けていたムインアッティーンスライマーンが実権を有していた。1266年にスライマーンは、イルハン朝の許可を得て、クルチアルスラーンを殺害し、代わりに、幼年のカイホスロー三世を即位させた。ルームセルジュークは、イルハン朝に対して、 完全に侵入した状態にあり、イルハン朝からの過重な効能の要求に対して、国内では演佐の声が上がった。1276年に、スライマーンら有力者が、イルハン朝の宮廷に施行して、国内を留守にすると、マムルーク朝と結託した帝臣たちによるクーデターが発生する。マムルーク朝のスルターンバイバルスは、アナトリア半島に遠征し、1277年4月15日に、 エルヴィスタンでモンゴル軍に勝利する。4月23日にカイセリに入場したバイバルスは歓迎を受けるが、ルームセルジュークの領主たちがモンゴルの報復を恐れて決起しない様子を見てエジプトに帰国した。また、バイバルスのアナトリア遠征に呼応してカラマン家のシャムス・ウッディーン・ムハンマド・ベグがカイカーウス2世の王子と称するスイヤーブッシュを要して反乱を起こした。 1277年5月15日に反乱軍は、今夜を占領し、スイアーブ首を、君主、ムハンマド・ベグを最小とした政権が成立するが、アバカがアナトリアに進軍した報告を聞くと、ムハンマド・ベグは今夜を放棄し、スイアーブ首とムハンマド・ベグの政権は37日間という短期に終わる。翌百七十八年に、ルームセル19、モンゴル軍双方の攻撃を受けて、 スイヤーブシュとムハンマド・ベグの両名は戦死した。エルビスタンの戦いで二人の将校を失ったアバカの怒りは大きく、自ら軍を率いてのアナトリアへの懲罰を企てた。カイセリ、エルゼルム周辺の住民は、モンゴル軍に殺害され、バイバルスに敗れて敗走するモンゴル兵をかくまった。キリスト教徒であってもモンゴル軍の被害を受けた。在地のシャイフの説得を受けてアバカは破壊と略奪を。 止める用軍隊に命じ、イスラム教徒の捕虜を釈放し、宮殿に帰還した後スライマーンを処刑した。バイバルスの遠征は、ルームセルジュークを旧地から救うだけの成果はなく、イルハン朝の圧力がより増す結果に終わる。イルハン朝から最小シャムスッティーン・ジュバイニーが派遣され、ルームセルジュークへの経済的な圧力がより強化された。1282年に、カイホスロー3世は、 イルハン朝のハーン・アフマドに配されて、エルズ・インジャンに送られ、アフマドを撃って、ハーンの地位に就いたアル軍から、イルハン朝の王族コンクルタイ暗殺に関与した、容疑をかけられて殺害された。カイカーウス2世のコマスウード2世とマスウード2世の、兄のカイクバード3世が領地を2分するが、二人の、スルターンは、権力を有していない状態にあった。13世紀末になると、 アナトリア半島の秩序は乱れ、領主は暴政を敷き、官職の売買も行われるようになった。中央の支配力が衰えると、ウジと呼ばれる、辺境地帯では居住するトルクマーンの反乱が、しばしば発生する。1288年に末期のルームセルジューク長を支えた高官ファフル、アティーン・アリーが没すると、官僚機構は機能を停止する。1307年まで、 マスウード2世とカイクバード3世が短い間隔を置いて交互にするターンの地位につく状態が続き、1295年にマスウード2世は反乱への加担を疑われて火山藩によって廃された時に4人のルームセルジュークの交換が領内を分割して統治する状態になる。14世紀に入ると資料に書かれるルームセルジューク長の内情は不明瞭になる。1308年に ルームセルジュークのマスウード3世が、カイセリで急死すると、男子の後継者が断絶する。1308年より後、アナトリアで、セルジューク家の人間がスルターンに即位することはなく、ルームセルジューク長は滅亡した。大セルジューク長と同じく、ルームセルジュークという、国家は王家の共有財産とみなされていた。実力、あるいは影響力を有して、スルターンに即位した王家の人間は、 国家という財産を継承し、首都を居所とした。国家の統一は、スルターンの創建にかかっており、政府の影響力が低下した時、あるいはスルターンの没後には、しばしば紛争や後継者争いが勃発した。スルターン即位の儀式は建国当初は遊牧民的な、色合いの残る質素なものであったが、次第に、ペルシア文化、ビサンティン文化、 バグダードの文化が取り入れられた荘厳な式典が開かれるようになった。創始者のスライマーン一世はバグダードのカリフよりスルターンの称号を授与された。実際にスルターンを名乗ったのは二代目のクルチ・アルスラーン一世の時代からと考えられており、マスウード一世の時代から貨幣にスルターンの称号が刻まれるようになった。九代目のカイホスロー一世の知性に宮廷に師匠、 胸の安らぎと喜びの証を検定したラーバンディは、解放スロー一世位を、セルジューク朝国家の後継者と呼んだ。スルターンは、ディーバーンによって保筆され、ディーバーンは、ベズイール、サヒビディーバーン、あるいは、スルターン自身が主催した。ルームセルジュークの交換には、スルターンが首都を離れた際に国政を代行するのは、イブ、財政を担当する、ムスタウフィ。 イクターの付与と大庁の作成を担当する、ペルワネジ、軍隊の補給と市長を管理するアミーリアルズ、スルタンの命令を起草する、トゥライー、財政と行政を監視する、ムシュリーフィママーリクなどがあった。ベズイールが主催したディーバーンからの命令を処理するため、これらの交換も別途、ディーバーンを主催した。一方、地方の州は、 マリクの地位を与えられたスルタンの兄弟、王子によって統治され、彼らはバーリンの補佐を受けた。沿岸部の州にはアミーリ・サワー・アヒルという司令官が置かれ、彼らは艦隊の指揮を委ねられた。ルームゼルジュー区長が新たに獲得した征服地の統治は征服した人物に委ねられ、征服者はしばしば米の称号で呼ばれた。米たちには租税の徴収が与えられ、 土地は征服者の一族に世襲された。裁判はカーディが管轄していたが、軍事裁判はカーディレシュケルという軍法の審理を行う判事が担当していた。ルームセルジューク長の軍隊は大セルジューク長と同じく、スルターンの親衛隊であるカプクル・イクターを与えられたスイーパーヒーで構成されていた。カプクルは、 不評と騎兵の混成部隊であり、戦争で捉えた他国の捕虜や軍人奴隷が成員となっていた。雑多な成員で構成されるカプクルに対して、スイーパーヒーはトゥルクマーンで構成されていた。県の中心地に配置されたスイーパーヒーは、スーバシュという司令官によって統率され、スーバシュは軍事とともに県内の治安の維持も担当した。スーバシュたちは、 セルレシュケルという軍管区の長の指揮下にあり、セルレシュケルの中で最も有能なものがマリクアルーラマーとして国内の軍事を統括した。また、宇治と呼ばれた辺境地帯にはトゥルクマーンの諸部族を基盤とする前線基地が設置。宇治を構成するトゥルクマーンは13世紀にモンゴル帝国の攻撃を避けてアナトリア半島に避難した遊牧民が中心となっていた。当初彼らは ルームセルジュークと戦うが、やがて軍隊に編入され、在地のギリシア系の聖教徒と戦い、あるいは言うわ、このうちの指導者や征服地を統治した米の中から米陸が生まれる。米陸の一つであるサルトゥク公国、マギュチ公国はルームセルジューク長と争い、13世紀にルームセルジュークに併合された。ルームセルジュークの滅亡後には、アナトリアに、 ベ陸リクが乱立する状態になっており、拡挙したベ陸リクの中には、現在のトルコ共和国の土台となるオスマン帝国も含まれていた。農業には、西トルキスタンから流入したと思われる農民、トルコ化した先住民、強制的に移住させられたギリシャ人農民が携わっていた。農業を状態とする、小ざく実りは少なく、大半は日雇い。 半状態の有機的な雇用形態をとっていた。また、スライマーニ世は、ビザンツ帝国によって、アナトリアに移住させられた、ワラケア人、スラブ人、シリア人農民を保護し、納税を条件に濃度を解放した。12世紀から13世紀にかけて、ビザンツ帝国の支配力が弱まり、ビザンツ領内の治安が悪化すると、ギリシャ人農民の中には、 ルームセルジューク朝をはじめとするトルクマーンの政権に逃亡する者も現れる。軍事、経済、交通の要衝である都市には、トルクマーンの他にギリシャ人、アルメニア人、ユダヤ人が居住していた。都市住民の多数を占める職人は、ロンジャを結成し、13世紀後半に出現したアヒーが、都市住民に影響を及ぼした。租税については、都市民は、 国家の徴税官に納め、農民は土地の管理者に税を納めた。13世紀のアナトリアでは、華やかな文化を謳歌する都市住民に対して、農民は彼らの生活を支える活動に従事していた。農民たちは、アナトリア内での戦争と略奪にさらされ、農地は荒廃し、収穫に多大な打撃を受けた。こうした状況下で、ルームセル熟ク町の成立以前のアナトリア半島の 住民は大半が正教会を信仰するギリシア語母国とする人々だった。マラズギルとの戦い以後、アナトリアにイスラム教を信仰し、トゥルク諸語を話すトゥルクマーンが進出すると、スライマーン一世に従って、アナトリアに移ったトゥルクマーンは報道を与えられ、かつてビザンツ帝国に属していたキリスト教徒の住民は、トゥルクマーンたちの支配下に置かれた。 在地のギリシャ人貴族は領地を捨てて西方に移住するか、あるいはそのままアナトリアに留まり、ルームセルジュークに使えるかの道を選んだ。ルームセルジュークの歴代スルターンの中には、キリスト教を信仰するギリシャ人を妻に持つ、あるいは彼女たちの血を引く者も,も多くいた。13世紀に入ると、東方のモンゴル帝国の拡張に伴って、中央ユーラシア、イランのトゥルクマーン系遊牧民が、 アナトリア半島に移動する現象が起こり、彼らは辺境部に居住した遊牧民と定住生活を営む先住民は互いの生活空間が異なるため、平時は共存関係にあったと考えられている。12世紀のトゥルクマーンの生活様式に遊牧生活を営んでいたトゥルクマーンの定住化が進むとともに、アナトリアの先住民の間にもトゥルク諸語が浸透し、 アナトリアのトルコ化が進む。トゥルクマーンの諸部族には、部族の大きさに応じた租税が課されたが、ウジなどの辺境地域に駐屯する部族は免税されることが多かった。辺境地帯のトゥルクマーンは独立性が強く、ルームセルジュークは、トゥルクマーンを支配下に置くため、定住化の推進、部族長への称号の授与などの政策を取った。カイクバード一世の知性に行われた、 人事改革では、トルコ系以外に、在地のギリシャ系住民、西欧出身のフランク人、モンゴル軍の侵入を避けて、中央、アジアやイランからアナトリアに逃れたイラン系の人間も多く登用された。この時期にアナトリアに移住したイラン系の人物として、施策や宗教活動で名を残したジャラール・ウッディーン・ルーミーや、歴史解分 BB ビビの両親などが挙げられる。 解放スロー2世の知性に鋳造されたディルハム銀貨、カルダクのキャラバンサライ当初のルームセル1区町の収入は俗量からの効能と戦利品が大部分を占めていた。国家の発展につれて支出は増大し、政府は収入の確保のために地方の産業の育成と公易の活性化に力を注いだ。アナトリア半島は交易の十字路に位置するために近隣の地域から対象が 盛んに往来しており、ルームセルジューク長は中継貿易によって利益を得ていた。輸入品が少ない反面、輸出品の品目が多いのが、ルームセルジュークの交易の特徴であり、以下の品目がアナトリアから他の地域へ輸出された。13世紀半ばになると輸入量が増加し、以下の商品がアナトリアに輸入されるようになる。ルームセルジュークの下では、 アナトリア半島の秩序が保たれ、治安が保たれた、通称路は、商業の発展を生み出し、対象が利用するハーン、橋梁、道路の建設と修復が進められた。ハーンの中で有名なものとしては、今夜アクサライ館に設置されたスルターン、ハーン、カイセリマラティ山に設置されたカラタイハーンが挙げられる。また、交易の発展に伴い、各地にバザールが設置される。 ルームセルジューク町の商業の中心地は、アナトリア中央部の水バス、国会沿岸のシノプだった。水バスは、東方交易の拠点として機能し、ルームセルジュークの商人は、商取引の仲介や、商品の運搬を担った。一方、13世紀初頭に、ルームセルジュークの支配下に入ったシノプは、クリミア半島や、南ロシアとの交易地として様々な商品が運ばれ、 国庫を潤した交易に携わったのは、ギリシャ人とアルメニア人が主だったが、第4回十字軍の後、1204年にラテン帝国が成立すると、コンスタンティノープルに西欧の商人が多く到来し、交易におけるギリシャ人の地位は衰退する。西欧の商人もルームセルジュークと交易を行い、ベネツィア共和国、ジェノバ共和国、プロバンス地方の商人は、 ルームセルジュークと通商条約を締結していた。ルームセルジュークがモンゴルに従属した後も通商は行われ、1276年にはジェノバ商人がスイバスに領事館を設置してモンゴルと交渉を行った。カイクバード一世の時代、ルームセルジューク長は政治、文化とともに経済面でも最盛期を迎える。今夜、スイバスは 中近東の公益都市としての重要性をより増し、手工業は保護を受け、発達が促された。手工業が発展の一例としては、政党工場の建設が挙げられる。ルームセルジュー区長が本国である大セルジュー区朝から、独立を宣言したのは創始者のスライマーン一世、もしくはクルチアルサラーン一世と考えられている。ルームセルジュー区長は、大セルジュー区長の支配権を承認していた。 しかし、内政に関しては、本国から完全に独立しており、ビザンツとの戦争、外交についても、大セルジューク朝のスルターンを経ずに行うことができた。建国期に、クタルミシュ、スライマーニッセイ、クルチアルスラーニッセイの3名が、セルジューク家の人間に敗れて戦死したことは、ルームセルジューク朝の外交方針に大きな影響を与え、クルチアルスラーニッセイより、 後の世代の王は、大セルジューク長と争うことはなかった。ルームセルジューク長と、ビザンツ帝国は時に争い、また数度にわたって、和訳協定を結んだ。ビザンツは、ルームセルジュークを抑えるために、しばしばダニシメンド町、ザンギー町を巻き込んでの外交政策を展開した。1081年に、ルームセルジューク長と、ビザンツ帝国の間にドラゴン川を国境とする。 条約が結ばれ、この時、ルームセルジュークから、ビザンツ皇帝アレクシウス一世に兵力が提供された。クルチアルスラーン一世没後のルームセルジューク内の内向にはビザンツも介入し、マスウード一世の即位後も、ビザンツからの攻撃は続いた。1161年にクルチアルスラーン二世が、コンスタンティノープルを訪問した際には80日間にも、 及ぶ盛大な宴会が開かれたが、ビザンツの態度は高圧的であり、無別の感情も混じっていた。この時、クルチアルスラーンはビザンツへの都市の活動と軍事力の提供を訳するが、彼は北イタリア政策をめぐって、ビザンツと対立していた新生ローマ皇帝フリードリヒ一世からの指示を頼みとして、条約を履行しなかった。年から年までの間、 ビザンツ皇帝マヌエル一世はヨーロッパ方面の政策、クルチアルスラーンはダニシュメンド朝との交渉にかかりきりであったため、両国の間に大規模な軍事衝突は発生しなかった。1175年から1176年初旬にかけてクルチアルスラーンはコンスタンティノープルに和平協定の更新を求める施設を派遣するが拒絶され、ビザンツより遠征軍が派遣された。 ビザンツの遠征軍が敗北すると1176年春にマヌエル一世自らが指揮を取る軍が派遣されミュリオケファロンの戦いに至るミュリオケファロンの戦い後ビザンツがルームセルジュークに対して大規模な攻撃を行うことはなくなったが第四回十字軍の後にアナトリアに成立したニカイア帝国やトレビゾンド帝国とはしばしば交戦した両国の宮廷の間には交流が存在し 今夜の宮廷には、ビザンツ出身者の管理が多く主観し、コンスタンティノープルにもチュルク系の廷身が席を有していた。二つの宮廷を行き来する書簡において、両国は互いに、ビザンツ皇帝を父、スルターンオコと呼び合って、やりとりを行っていた。清掃に敗れた人物が、相手側の宮廷に亡命することもしばしばあった。今夜からは、解放するを一斉。 カイカーウスにセイラがコンスタンティノープルに亡命し、ビザンツからは、ビザンツ皇帝を自称したテオドロス・マンガファス。ニカイア帝国内の清掃に巻き込まれた、ミカエル・パレオロゴスらが今夜に亡命した。また、皇帝ヨハネスニセイの老いは、ルームセルジュークの王女と結婚し、イスラームに改修する選択を取った。ルームセルジューク長が、モンゴル帝国と初めて接触したのは、 ヒジュラ歴633年のカイクバード一世の知性だと考えられている。カイクバードは蜜着物を送って、モンゴルとの友好関係を構築することに努める。一方で、国境地帯の防備を強化した。巨瀬川の戦いの後、モンゴル帝国は、ルームセルジュク帳に効能を犯した。その内容は多量の金貨、500匹の絹、500匹のラクダ、500匹の羊を、 毎年モンゴルの宮廷に納付し、費用は、ルームセルジューク側が負担する条件だった。また、ルームセルジュークは領内に滞在するモンゴルの施設に、彼らが必要とする物品を供給しなければ、ならなかった。カイカーウス2世の在位中、モンゴルの宮廷に派遣された王帝クルチアルスラームが、グユークハーンの指示を背景にするターンの地位を要求する、事件が起きる。 クルチ・アルスラーンの請求は実現せず、カイカーウスは彼を許して、共同統治者の地位に戻したが、この事件は、モンゴル帝国の権力者の意向がスルターンの位に反映される時代の始まりだった。モンゴルの従属下にある状況に対して、カイカーウスは、領地の半分を譲ることを条件に、マムルーク町のスルターンバイバルスから、軍事協力を得ようとしたが、実現には至らなかった。 1261年に積極的にモンゴル帝国に協力する意思を見せなかったカイカウスがアナトリアから放逐され、イルハン朝の指示を得たクルチアルスラーンが即位したことは、ルームセルジュークの主権の喪失を象徴する事件と言える。カイホスロー賛成以後のスルター,ーンは、イルハン朝の意向によって配位され、政務を取り仕切る大臣もイルハン朝の意を受けて動いていた。 13世紀末から14世紀にかけて断続的にスルターンに擁立されたカイクバード三世紀の権威はイルハン朝から派遣された大官に比べて微弱なものだった。ルーミーの病である緑のドームルームセルジューク朝ではスンナ派のイスラム教が公式の宗教とされ都市部の住民や農民たちもスンナ派を信仰していた。スルターンはアッバース朝のカリフと 友好関係を保ち、王朝では宗教的平等が保障されていた。ルームセルジュー区の領土に移住したトゥルクマーンの遊牧民もスンナ派を信仰するイスラム教徒だった。しかし、実際のところ彼らが信仰するイスラームは、シャーマニズムに近いものであり、ダルビー種のバーバーたちの影響下に置かれていた。アナトリア半島の先住民であるキリスト教徒の中には利益。 あるいは安全の確保を求めてイスラームに回収する者もいたが、他方で神秘主義と民衆的なイスラームの教えに眼下されて回収した者もいた。13世紀末にはアナトリア半島の人口のおよそ80%をイスラム教徒が占めると推定する声もある。ルームセルジュークの下では多数の宗教団体が成立し、軍人と民衆の両方に影響を与えた。 ルームセルジューク期の著名な宗教家としては、アンダルシア地方の神秘主義者思想家、イブンアルアラビー、メブレビー教団の祖であるジャラール・ウッディーン・ルーミーラが挙げられる。ルームセルジューク朝成立以前のアナトリア半島のイスラーム文化はほとんど姿を残していない。ルームセルジュークの地下では、アナトリアの都市にモスク、マドラサが多く建設され、この時代にはアナトリアのイスラーム化が進んだ。 精神的マスナビー社本宮廷、官庁ではペルシア語が公用語として使われ、文章の作成には主にアラビア語が用いられた。1277年にクーデターによって成立したスイアー部首の短期政権ではチュルク語が公用語に定められ、これがアナトリア半島の国家で最初にチュルク語が公用語に定められた。最初の例となる歴史書、文学作品は、 公用語であるペルシア語がアラビア語で書かれたものがほとんどで、チュルク系の言語で書かれた書物は少なかった。チュルク系の言語による文学活動としては、オザンが集会などで披露していたコプーズという弦楽器を使って民族的英雄の活躍を歌うジョジシを挙げられる。宗教的な影響力を有していたダルビル・ームセルジューク長期の作家として著名な人物として、 ジャラール・ウッディーン・ルーミーが挙げられる。彼は今夜を拠点として、文学、宗教活動を行い、ペルシア語による詩集、シャムス・タブリーズ・イ・詩集、精神的マスナビーを表した。カイホスロー一世の知性、歴史家ラーバンディによる、ペルシア語で、セルジューク朝の歴史を記した、胸の安らぎと喜びの証が宮廷に検定される。ラーバンディは、もともと、 イラクセルジューク朝のスルターン・トゥグリル3世の保護を受けていたが、1194年にトゥグリル3世が戦死して、イラクセルジュークが崩壊したため、セルジューク家の一員である解放スロー1世に著作を検定した。インジュミナレルーム、セルジューク朝では、今夜、カイセリ、スイバスなどの主要な都市での戦闘に備えた、大規模な城壁の建設、アナトリアの交易路を保護するために、 キャラバンサライや、橋梁の建設と整備が進められた。都市の内部には、スルターンや交換によって、モスク、公衆浴場、病院が建設され、それらの施設の維持費は、幕府によってまかなわれた。国家による建築事業は、国力の衰えた、王朝末期、王朝滅亡後の米陸時代になってもなお続いた。ルームセルジー区町の建築物は、中央アジア、ホラーサーン。 イラン、イラクの建築物と同様の特徴を備えているほか、また、寒冷かつ、山岳地帯が多く含まれる地理的な要因を受けて、個性的な作品が多く現れた。直線的な構図を特徴として有し、モスク、メドレセは、石彫りの草花や、幾何学模様で装飾され、装飾として青、白、黒のタイルが貼られている、代表的な建築物に、 カイカーウス二世が混流した今夜のインジュミナレメドレセ、スイバスの玉メドレセなどがある。付録66ページに収録されている経図をもとに、作成アルスラーン・イスラーイール・イブンセル・ジューク・クタル・ミシュ、イブンアルスラーン・イスラーイール・スライマーン・イブン・クタル・ミシュ、クルチ・アルスラーン・一世、マリクシャー・イブン・クルチ、アルスラーン・マスウード・一世、クルチ・アルスラーン・二世、カイホスロー・世、スライマーン・二世。 クルチアルスラーン3世、カイホスロー1世、カイカーウス1世、カイクバード1世、カイホスロー2世、カイカーウス2世、クルチアルスラーン4世、カイホスロー3世、マスウード2世、カイクバード3世、マスウード3世、ありがとうございます。